ヨーチューブ。どうも皆さん、おはようチュー。どうもヨーチューバーです。ヨーヨー。そしてジバニャンです。イエーイ。今日もヨーゾンです。あ、ヨーゾンだ。え、何これ、めっちゃでっかいやん。これこれは楽しみ。早速開けてみよう。よっ、おお、すごい。クジカショポン妖怪ドリームルーレットや。はあ、おっ、じゃん。メリケンレジェンドメダル、ラストブシニアをゲットする。なるほど。ではこれを使ってメリケンレジェンドメダルであるラストブシニアをゲットすればいいってことですね。じゃあ早速挑戦してみよう。では早速やっていきたいと思います。後ろからジバニャンも応援してくれてます。まずですね、このクジガシャポンを回して妖怪メダルをゲットしたいと思います。あ、おっ、じゃん、メラメライオンです。じゃあ早速このメラメライオンを使ってドリームルーレットやっていきたいと思います。ほっ、これで敵妖怪のバトルに勝てばこのメリケンレジェンドメダルが手に入るようです。バトルに勝たないといけないですね。バトル、エントリーメダルとして1枚妖怪メダルをスキャンしないといけないんですけど、そのメダルが次二度とエントリーメダルとして使えなくなるんで、ちょっと考えて使った方がいいかもしれないっす。エントリーメダルは3枚まで最大増やせるんですけど、増やせば増やすほどスロットが増えて攻撃が多くできるとのことです。新しいメダルを使えばより強い攻撃が可能みたいですね。じゃあ早速今回は全力でいくんで3枚スキャンしたと思います。あ、レインボー、これマックスですね。レインボーまで来ました。これで始めます。はい、メダルをスキャンすると大当たりになる確率が増えるみたいです。妖怪落ちて容器がチャージされたメダルを使えば大当たりになる確率がさらに上がるみたいです。いいですね、この連動が。今回のラッキー種族は誰だ。なんで今なんね、今なんでなんね。あ、ラッキー種族、ポリチー族とニョロロン族みたいですね。じゃん、ニョロロン族のリュウ君がつきましたね。ラッキー種族プラス1000、いきましょう。お、強敵出現。誰や、お、ウサピョン来ましたね。でもなんとなく勝てそうですね。はい、ここで自分の戦わせたいメダルを3枚選んで戦わせることができます。ほっ、リュウくん、メラメライオン。はい、雲外鏡、雲外鏡ですね。よし、僕のチームの妖力は850みたいですね。今からバトルが始まります。バトルです。頑張ろう、ジムニャン。メリケン妖怪でも、これメリケン妖怪ですね、これ。あ、これはボタンを押します。ほっ、お、80 70 40 60 40、これの合計が攻撃力になります。290いいんじゃないですか、これ。おい、一撃です。いけるぞこれは。あ、メラメラよ。よし、40 80 50 80 50。あ、いいっすね、300。勝った勝った、いいね、いいね、いいね。運命鏡、頑張れ、いきます。50 50 70 20 20 20。ちょっと弱い、やばいこれは。あー、残ったまだ。え、うわうわ、あー負けた。
けました。あ、ファイナルバトル。これは総決したお互いのバトルです。行くぞ。いけ。70、80、60、60、40。あ、40弱いか。頑張れ。おーしゃー。勝ちました。勝ったよ。今からこっからが問題です。こっから大当たりを引けばこのメリケンレジェンドメダルを手にすることができます。これドリームベッド、ここでやったやつですね。3000で1個大当たりのマスが増えます。いくぞ。頑張れ。当たり当たり。お祈りお祈りお祈り。もう1個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 。してほしいにゃん。